モロッコ空軍ロッキード C-130 墜落事故は2011年7月26日に同国空軍所属のロッキード C-130 ハーキュリーズ輸送機がモロッコ国内のゲルミン近郊に墜落した航空事故当初モロッコ当局では輸送機にモロッコ軍人60名民間人12名空軍の乗員9名が搭乗しており78名が死亡 3名が救助されたと発表していたが、救助された3名も、負傷のため後に死亡した。また、輸送機に搭乗していなかった、民間人1名が誤って含まれていたとして、最終的な死亡者数は80名に修正された。作業員により42名の遺体を収容できたほか、輸送機は1981年に C-130H として製造された。 機体番号ツナオックであることが確認された。この輸送機は西サハラのダフラ空港からゲルミンを経由し、ケニトラ空軍基地までを飛行する計画であった。輸送機はゲルミンから約10キロ先にあるサヤート山に墜落した。当局は墜落の潜在的要因が悪天候にあるとみて調査した。この事故は2011年で最も甚大な被害があった航空事故であり。 モロッコにおいては史上最悪の軍事航空災害となった。モロッコ国王、ムハンマド6世はこの事故の後国家として3日間もに服すると発表した。ありがとうございます。